あ今回、天宝にしましょうか。マージャン。久保さんといえばマージャンですからね。天宝知ってるんじゃないかなと思うんですけど。このね、天宝を調べたら、出現率が0.0003%らしいんですよ。出現率0.0003%。0.0003%、はい。自分が親の時、14枚のすでに上がりの形が完了してる場合に成立する。よく僕もわかんないですけど、今、そのマージャンの上がり杯の出現率でちょっと調べたら、 天鳳っていうのはまあまあすごい。あのあれなんじゃないかなっていう0.003%ですからね。でもこの確率上げるのって多分あのー、30年やってたら、もしかしたらこの確率に遭遇するかもしれないですけど、あのー、なんだ1年だったらその確率に遭遇する確率は少ないですよね。だからまあ単純計算してなんですかね。あのー、続けてれば。 巡り合わせる確率は上がっていくんだけども、やめてしまったら確率はどんどん下がっていくわけですよ。だから、あのー、なんですかね、ビジネスって確率のゲームでもあると思うんですよ。確率をどう上げていくかと。で、確率を上げていくためには、ずっと居続ける。ひとますね。ひとますですよ。やめずにずっと続ける。それだけでも確率は僕は上げられると思ってるんですね。実際多分そうだと思うんで。あのー、もちろんその、運っていうのがあるので、 ないきなりね今日今日マージャン始めていきなりテンポいける人もいるかもしれないですけどもそれはまあその人の運ですよね引きですよね <laughs> 引きがめちゃめちゃすごい人だったら今日座っていきなり人生初のテンホを引くかもしれないですけど、ね、それはなかなか難しいですねでも30年やってればその確率を引けるのは増えていくとうんなんまあビジネスは潰れないことっていうのが僕はまあ 大事なこだから、うん、久保さんが言うとおりその手の中に未来はあるっていうでもそれは結局その今までどれだけ手にしてきたかって話ですね、うん、どういうことを積み上げてきたのかっていうそれしかないのかなと未来は手の中にあるんだけどもその支柱に収めるためにどこまでやってきたのかどんなことやってきたのかっていうのが結局そこにつながるのかなと。 ね、今日ね未来は手の中にあるって思っても未来なんかそう来ないですからねいきなり久保さんが麻雀店やってるときになんだネットビジネスすごいいきなり1億円みたいなね1億円は手の中にあるうんないっすね <laughs> 3年後でしたね <laughs> いろいろ3年やった結果1億でしたけどいってらっしゃい